今日は滝小山に登ります。山頂から富士山が見えるという有名な山です。ちょっと雲がかかっていますけど、晴れるといいな。お地蔵様です。滝小山と富士山の位置関係はこのようになっています。南側に富士山が見えるはずです。渓流が素晴らしいです。杉木立がずっと続いています。登ってます。杉以外の木が生えてます。緑がとっても綺麗です。せせらぎが聞こえます。渓流沿いに来ました。素晴らしい眺めです。いやすごいな、これ。結構水の量がすごい。すごいいい眺め。昨日雨降ったのかな、水が結構多いです。いや、怖い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 。すごい、もう山貸し切りなんですけど、しかもこの滝も素晴らしい。この流れは貸し切り状態です。同じような景色ばっかりすみません。でも素晴らしいです。分かれ道に来ました。右は南路と書いてあります。左の迂回ルート行きたいと思います。ああ結構急斜面で、もうここですでにスタッパです。開けたところに出てきました。頂上もうちょっと先かな。これはなんていう花ですかね。ピンク色の花が咲いてます。結構上がってきました。山頂までもうちょっと。ツツジが咲いてます。ハチさんもいるよ。山頂に来ました。滝小山、山梨百名山、1620メートル。晴れてるんですけど、周りは全部雲がかかっています。ちょっと富士山も見えないんだけど、どっちなのかな。しばらくちょっとここで待ってたいと思います。新しい看板がありました。修霊富岳12景順番山と書いてあります。富士山出てこい。ではあれあれ、
湧いてきたね。いいかな。よいしょ。3分一旦待ちます。青空が素晴らしいです。はい、できました。いただきます。ここにもツツジが咲いてます。セミが鳴いてると思うんですけど、ちょっと聞いたことのないセミの鳴き声ですね。晴れてます。素晴らしく晴れてます。ずっとでも周りが全部雲です。山の上だけ青空。迷ったわけではないのですが、迷った感満載のところにいます。すごいガスってますけど、なんだか綺麗。ヨーダが修行してそうなところです。尾根道を進んでます。下りなのにちょっと登るとすごく疲れた感じがする。またこっから下りです。晴れています。ようやく山並みという感じの景色が見えました。富士山どっちかな。